どうも皆様いかがお過ごしでしょうか、うかでございます。というわけで今回の、試合は東上インターナショナル戦ですね。やっていきましょう。ストレート一本縛り実況プレイやっていきたいと思います。いやーでもストレート一本ってもなかなかコースを詰めなきゃいけないから攻めなきゃいけないから大変ですよね。いやーちょっとやだな、いきなり東上インターナショナルのは本当怖いですもんね。何こう強豪と当たっちゃうかなっていう。できればもうちょっと簡単なところが良かったな。アゲアゲベースボールクラブで良かったよなんかそれは舐めてるな少し。まあでもきっとやってくれるでしょう。うん、試合をまず作るのが先発ですから多分ね、オートでそこそこ行くんじゃないかな。ただ東条くんとの戦いはちょっと変わるかもしれないけど、あ、ツーアウトランナー一三塁ピンチですね。で8番田崎くん DS 性ありだからな、ちょっと怖いですけど、いやー OK、 139キロストレート低めに高めが危険、やべえ。じゃ1球ボール投げるか、ボール球外外、ういよっしゃー三振いただきました。さあ現在おー1点リード、いいねいいね、よしよしいけそう、まよーし勝ちました。とまさかの東上インターナショナル完封ですね。まあ完封は1人では投げなかっただろうけど、よく抑えた、いただきました。いやー東上恐るるに足らずと、いいですねこの感じ。現在ほんと自分の自責点はたった一つしかないですから、過去だよね確か。あーまだあるわ、それ以外あったかな、まあいいや。でも抑えるのは27人か、まあでも全然うん勝利投手よ。はい、ここまで力をつけていたとは悪いね。はい、しかし次は攻撃感覚えておくがいい。はい、今度はねもうもっと正々堂々勝負しましょうよ。正々堂々でお互い正々堂々だったんだけどね。おい練習機材、そうですね、ギブスが壊れかけてるから新しいの欲しいな。だから、ミニローラー、じゃあこん中じゃミニローラーかな。はい。残念だけど。はーい。頑張りましょう。鉄ゲタがレベルアップですね。で、スタミナが上がりやすくなったと。で、回復しよう。はい。はい。行きましょうか。スタミナ行くことにした。はい、任せてください。さあ、どうだろう。次の相手はどうだろう。準決勝ですよね、多分。なにわ貿易か。なるほど、なるほど。おー、兄さん、気合入ってるまんな。御堂筋、御堂金太郎、はい。また変わった名前だな。パワーありそうだし。はい。よろしく。ちょっぴり上がった。なるほど、なるほど。能力アップどうだろう。あ、アイテム買っとけよかったかな。急速結構あんま上がんなかったもんな。1しか。さあ行きましょう。じゃあ試合です。ゴー！狙うは、だから、また完封ですよ。頑張りましょう。株式会社パワフル対何は貿易。はあ、なんか、いかつい顔してるよね、これ。眉毛あんの？ま、ほら、パワープロクになんかこう、眉毛を求めたってすると結構いない人多かったりするんですけど、結構ね。でも、実際眉毛ない人怖いよね、見た目。まあ、僕はどうだろう。まあ、薄い方なのかな？どうなんでしょうね。まあ、正直、結構、坊主だった頃、結構、なんか、いじってたんで、サバナトランナー2塁です。行きましょう。防御率いいんだよね、0.83 で。やべ！あ、これは、よーし！オーケー！よかったよかった。外野飛んでったら厄介だったな、今の。ツーアウトになりましたね。行きましょう。ほい！よしよしよし！セカン、あ、ショートだね。ショート1個！アウト！抑えました。よし！いいね、立ち上がりよしと。ノーアウトランナー1、2塁。でもゲッツー取っちゃえばいいから、トリプルスリーなっていけたり。何これ、西中島、すごい名前だね。おーしゃ、いいぞ、ストライカー行って。うりえ、おし、おしおしおし、ゲッツーコース、ゲッツーコース。間に合うか、ゲッツーこれ。間に合ってほしい、無理か。まあ、もう一回ゲッツーやってくれよ。だったら、どうせやったらね。あー、DH か。打率いいな、3割4分6厘と。打点も52か。結構打ってますね。おーし、打ち上げた。あ、でもこれはフライで。あー、タッチアップあるぞ、これ。早く早く早く、あ、ないね、タッチアップ。よしよしよし。よかったよかった、タッチアップなくて。浅かったんかな、割と。あるいは足に自信がなかったか。出た。あ、こいつか、御堂金太郎。おーね、全力で生かしてもらえまっか。得点ギャップ、わかりました。アウトに取ればいいんだな。三振だな、本当に。アウトに取れればだから。よし！で、一球ボール投げたら振ってくれるだろう。危ない！バカバカバカ、そういうボールじゃないよ。ギリギリのところ。よし！セカンゴロ。はい、いただきました。よし！経験値いただき、やったね。いやー、御堂金太郎抑えたよ。完封ですね、今回も。よーし、完封リレーいただきました。勝利！コントロールが良かったのが割といい感じですね。よしよしよし。あとは、もう、何を目指すか。
球速だけだ、球速を極めよう。CC でこれ以上、得てもなーって感じなんで。えい !29 人に対して、あ、またでも、いい感じに抑えましたね。よしよしよし。お前ら偉い強いやないか、まさか負けると思わんかったで。いえいえいえ。はい、勝ったぞと。準決勝、準決勝突破か。あ、じゃあ決勝だね。はい。はい、見事な勝利じゃぞと。はい、なんでしょう。練習機材、あ、そうだね。どうしよっかな。マッスラー、マッスラーかな。そしたら、はい、うん。この中じゃこれだと思います。おい、マスラじゃねえか。どうす、やった、ギブスがレベルアップ。お、やった。お、車をプレゼントしたの。あー、そうで、何が返ってくるかだよね。やる気とか熱血が上がりゃいいけど。何、お鍋の食材か。鍋いいね、ペロリと。あー、普通になっちゃったか。雨だからな、雨は仕事をしよう。はい、外注への指示します。はい、ね、ということでお願いします。はい、疲れが、ちょっと待って、まあいいよいいよ。はい、雨か、まあいいや。はい、頑張りましょう。みんなに期待してるぞ。決勝戦、登場じゃないね、ミッチーとの試合だね。神楽坂、はい、頑張りましょう。神楽坂グループ。なんだよ、聞いたことないっつって、お前しょっちゅうやってたじゃねえか。お前3回連続ぐらいでやってんだぞ。ああ、神楽坂光彦、意外と初めて出てきちゃうっていうね。はい、引き立て役とか言うじゃないか。ラブリーミッチェル、我らがミッチェル、覚えとけよこの野郎あ、そういうなんかちょっとチャラチャラしてるやつ腹立つんだよ。そういうなんかもうなんかいかにも私女の子にモテてますか、あれが嫌だ。はい、球速142キロにアップという状況でいきましょう。試合です。やってやるかな、覚えとけよ。俺のストレートでキリキリ前にしてやるからな。いきましょう、決勝戦。株式会社パワフル対カグラザカグループ。ここなんだよね、正直鬼門が。お、ここを抑えたら本当にね、多分スカウトも俺のことを見逃さないと思うんだよね。見てくれよ俺のストレートみたいな、そのノリで。さあお願いしますよ。ここはまずはしっかりとね、先頭を抑えて、っていうかもう流れを掴んで 0-0 で来てんだから今まで。おお、ツーアウト1、3塁か。ノーアウトで、しかもやだな、2回ノーアウト1、3塁失礼。うい、ちょっとなんか時々間違えちゃうんだよね。あー、抜けたか。うい、ボールっすか、今のストライクじゃない、意外と。うい、オッケーで一球ちょっと、よいしょ、オッケーオッケー、サード、よし、おー、セーフか。あ、これは、あー、オッケーオッケーオッケー、結果ワンアウト取れただけだね。進塁打にもならなかったんならよかったよ。今ランナー飛び出してくれたらよかったな。取って、あー、オープンね。抜けてたら焦ったな今本当に。よし。じゃあ、一球ボールギリ。よっしゃ、これ、あ、露骨だね、ちょっと。はい。もうちょっとギリギリラインよ。打ってくれないもんだな。ほい。よし、スタート。あー、違う、ショート。これは、あー、よし、ゲッツーならよし。オッケー。ノーアウトランナー三塁という大ピンチをゼロに抑えて試合を作りました。ノーアウト、あ、今度ワンアウトか。よしよしよし。何？腰筋？腰浜。腰浜、浜って、変わった名前だね。腰巾着なのかな、きっと。はい。いや、ボールかい、審判。今のストライクじゃない？振ってくんねえな、ボール球結構。ギリギリのとこ攻めないと。よし、ゲッツーコース、はいはいはい。よしよしよし。間に合い間に合い間に合い、あー、ダメか、ゲッツー崩れか。7番、山下。うい、やべ、抜けないか。よし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 。雨だからあんまボールが転がらなかったんか、きっと。点取って、よし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 。いけ、いけ、やったー、勝ちました。神楽坂グループなんぞね、負けてたまるかと。ついにね、2年の、雪辱晴らしましたから。よし、よし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 、いいぞいいぞ。これでも、自責点は1かな、おそらく。いやでもまさか失点がゲッツー崩れとはな、ちょっと嫌ですね。はい。2か、自責点。あー。もう一つは多分ランナーの出しちゃったんだろうな、自分で。まあ、スカウト評価上がったのよかった。アンベリーバボー、信じらんないね。まさか僕たちが負けちゃうなんて。悪くないか、もうね。あ、ムカつく、グー、うん。グッバイストーレート。あはは、だって。あれは負け惜しみでも俺を立ててるわけでもない。天然だ天然であんな感じなのかよ、腹立つな。うん、頑張りましょう。うん、でもここで安心しちゃダメだよ。おー、よりどりみどり、わかりました。本当の戦いはこれから、なかなか言うじゃない。はい。お、そうだね、練習機材新しくしたいんですよ。マッスラー、ストレート系伸ばしたいんだよね。
マッスラーかな、はい、うん、ないんだよでもレベル3以上多分、はい、うん、これはマッスラーじゃないかと、はい、新品になった、あんまり、ね、使ってないけどね、お、やっとおみ、はい、さあアイテム買おうか、じゃあ早速ね、結構、あ、7月、はい、アイテム買って早速装備ですよ、5万円貯まったか、なかなか貯めましたね、どうしよっかな、まあこれね、ここでしょうね、やっぱり。スタミナマイナス5の急速コントロール。あー、迷うな、こういうの。ピッチングウェア。あ、3万でのこれは安いか。あ、これ、あー、ダメだ、オフェンスウェアか。失礼失礼。どうしよっかな。ピッチングウェア割と欲しいか。これ理想か、急速1下がんのか。ウェア3。どうしよっかな。高速球バンドでも急速1しか上がん。いやー、これは迷う。急速プラス1と犠牲にコントロールスタミナ5ずつか。割とお得かもしんないな、そう考えたら。スタミナでも5勝手に上がるか。じゃあこれにしよう。はい。急速1犠牲にして。で、ピッチングウェアは後で買いましょう。で、あとなんかなんもないかな。特にないですね。はい。OK と。で、リスト。ここかな。どっか、あ、持ってるだけなのかな、ウェアでしょ、ウェアって、あ、装備変更か。あー、そうかそうか。で、練習道具、これで、あれ、あらら、なんかおかしいな。あれ、できないのこれ。アイテムリスト、あ、え、ウェアどこ行った、買ったじゃん。あ、勝手にもう能力上がるのかな、いや、そんなわけね。あ、あー、びっくりした、びっくり、何やってんだ、こっちか、データだ。おーおーおお、振動に悪い、これだ。あれ、え、なんで、おい、買ったウェアどこ行った、使うのか、アイテム使うとかかな多分。じゃあ、はい、リストで使用か、でもないもんね、あれ。どこ行った、いや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 、あれ、おかしいな、どこ行った、装備変更でしょ、だってないもんね、装備なしっつっても買ってないのか、あ、でも、買ってないわ。あー、びっくりした。あー、心臓に悪い。買ってねえのか。なんでねえのかなと思って、買ってないんだね。キャンセルしてたわ、そういえば。あー、もう怖かったわ。なんでねえのみたいな、ちょっと焦りましたよ。これか。はい。じゃあ、装備変更して。これで、ピッチングウェア3で、はい。急速1上がって、下がってもいいさ、この際。で、まあ、それで、能力アップで、さらに、これ1段階行くんじゃねえかな、コントロールなりスタミナなり BB 行くんじゃないっていう気しますけど、急速あんまり影響しなさそうだもんね。ミニローラーやっとこう。スタミナ上げる。うん。おい、熱血止まった。いいね。はい。熱血練習やっとくよ。あ、はい。社長がお呼びだ。なんでしょう。下がりそう。あ、やったー、課長昇進。ありがとうございます。はい。やった、給料も上昇と。やったー、よろしくお願いしますよ、これからね。いい部屋。お、無駄遣い減らそう。なるほど。そうだね。減らした方がいいもん、こういうの。で、スタミナやっとこう、今のうちに。どんどんスタミナ上げて。B は欲しいかな、気持ち的には。はい。どうだろう。110から B で、多分。能力アップで、これで、あ、ダメ、足りるか、B と。よし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 。これでいいはず。コントロールもな、140になったんだら、多分これ、B も、近いと思うんだけどね。まあ、ここはちょっとじゃあ、急速上げよう。マスラーせっかく手に入れたんだ。よっしゃ、急速上げます。はい。びしょ濡れ。あー。雨なー。はい。てるてる坊主、やった。いざという時便利だね。雨で散々だったと。わー、天気予報。セレクトで、はい、見ると確認。今更かよって感じだよね。雨中練習。熱入った。いいじゃん。給料日。まあ、いつも通りだね。はい。特に変わらずって感じですね。まあ、絶好調なかなか続かないよね。さあ、都市対抗、全国大会もあと少し。はい、頑張りましょう。うん。お、補強、何？補強制度。はい。何それ？あ、敗戦したチームから、あ、なるほど、なるほど。レンタルできるんだね。いいじゃん。お、結構多いね。数人の選手が紹介された。ミッチーはないのか、これ。うん。いいね、でもそういう強化されるって。手、誰？手が誰だか分からん。あー、いい選手ばっかだねって、本当に。ライバルタック、あ、いいね。ライバルタックで来て、やりたい、やりたい。いねえな、でもライバルタック。あー、コントロールかな、ワンチャン。おい。おい。いいじゃん。よっしゃ、レート同士の練習ですね。さあ、ノルカップどうだ。で、これでどうだろう。コントロール、コントロール。
150からだよね、おそらく。150から B だと思うんで、ちょっと特殊能力なんか得られたら得ましょう。まあ、最悪、ないね。ないや、はい。じゃあちょっと休みましょうか。はい、休んで、ちょっと。はい、じゃあ早速練習していきましょうか。こうなったらまた練習極めるしかないんでね。球速マッスラーだね。うえしゃい。熱血度も上げて。おい、ちんたら走りやがってと。練習に付き合う。うん。多いね。効率のいい練習ができた。スタミナアップ。いいじゃん。はい、オーダー発表。あ、それでも先発なんだね。まあ、自分がエースですからね。なんだかんだ言って。わかりました。はい。任してくださいよ。試合当日。あー、これどこだろう。東京ドームではないよね。どこのドームだろう。なんかこれは見たことないな。名古屋ドームなのかこれは。名古屋ドームっぽいね、雰囲気。根性勝つ。はー、変わった名前。また。あー、ど根性で勝つみたいな、そういうことね。名前がようやくわかったわ。なんか、急速かけます。142キロ。戻ったよ、これで。で、どうしようかな。コントロール、まあ、13しかないならしゃあねえや。というわけで、じゃあ一旦ね、次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。トトゼル側はとりあえず念のため攻撃でもしておこうか。うん、一応攻撃はしておくよ。さあ行け！ウカはスナッチボールを投げた！マスターボールの力を見よう！来い！行ってくれ！ 1、2、3、ピタッと、シャーあっけねえなあ。あんたの最終兵器は俺のもんだ。